では続いてね、入試問題の2つ目、北海道大学の問題やっていきましょうか。まず問題が、AB をね、正として、A 子さん X を C1 として、B さん X を C2 として、C1、C2 の交点を P としたときに、P のね、X 座標を T として、sinT、cosT を AB で表しなさいということなんだけど、まあ、ここね、C1 と C2 の交点ってことは、この2つを連立するところからいきましょうね。C1、C2 の、交点。はいはい。じゃあね、連立しますよ。A コサイン X イコールどうぞ。うん。B サイン X でね。今さ、それの X 座標が T で出てるから、X 座標が、はいはい。T より。なのでね、この X の部分を T に変えちゃえよう。うん。A コサイン T イコール B サイン T だね。じゃあまとめていいかな。こっちに移行し、これをこっちに移行してぐるんと回しましょう。そうすると、B サイン T 引く A コサイン T イコール0だよね。で、サインとコサインがバラバラだから、ここどうするの？合成で統一するんだね。っていう意味は合成で。合成点は、横軸をサインと見立てて、縦軸をね、コサインと見立てれば、サインの係数が今 B だね。B なので、ここら辺に取りましょう。コサインの係数がマイナス A。A ってさ、今、正だから、マイナス A は、負だよね。下に結構しよう。下にね、マイナス A を取ってあげまして、あとはこの斜めの長さと角度を使っていくんだけどさ、斜めの長さは、斜めの長さって横が B で縦が A だから、ルートの、どうぞ、ルートの A2 乗足す B2 乗の A サインでいいんだけどさ、ここどうしよう。ここの角度分かんなくない？まあ AB なんて当たり前分かんないね。そう、アルファと置くんだよ。うん、とりあえずアルファなんて置いちゃって、マイナスアルファとしてあげましょうね。一応さ、アルファってさ、何度くらい？アルファってのは、ここ第4象限にあるイメージだよね。A も B も正なんだから、第4象限にあるから。そうでね、アルファってのは、0から2分の π、0から90度の間の角度になっているよね。OK？ じゃあね、この簡単に計算しましょうか。上行こうか。じゃあね、この部分、まずルート邪魔だから、ルート取ってあげて、sin の t-α イコール0としてあげて、sin が0を考えましょう。sin が0ってことは、単位ね、半径1の円を考えていれば、sin で、sin って y のことね、つまり y イコール0を考えるよ。y イコール0ってことは、角度は、うん、ここが0とか。π とか 2π とか 3π とかっていうイメージだよね。せいよ。t-α が、うん、0とか π とか、まあ、いっぱいありますよって話なんだけど、t っていうのはね、-α 移行すれば、うん、α とか、π たす α とか、点々点ってなってくるけどさ、今、t の範囲って何？ t っていうのはさ、x の交点でね、つまり、ここの間でしょ？ 0 以上。はいはい、0以上。2分の π より、じゃあこの中で当てはまるのはこれしかないよね。はいはい。t イコール α ってことが分かりました。じゃあね、求めたいもの、sin t からいきますよ、sin t。sin の、t ってどうやって求めるの？ t ってさ、何のこと？ t って α のことだよね。じゃあ sin の α って何だろう？ sin α っていうのがさ、α って代名詞証言。アルファって今、0から2分の π だから、第一象限でね、第一象限にあって、これさ、横の長さって、横の長さって B でしょ？縦の長さが A だよね。縦の長さが A だよね。斜めが、ルート。斜めがルートを A に乗足す B に乗るんだね。これのサインは、はい、できた。これね、ルートを A に乗足す B に乗るの、はいはい、A。sin t でね、次 cos t だよ。cos t、cos の t っていうのは同じように cos の α にしてあげて、はいはい、cos の α をどうぞ、ルート a 2乗足す b 2乗分の、はい、b と求めることができたら、なんか文字だらけすごく分かりづらいんだけど、これ一つね、数字だったらすごく分かりやすいと思うんだけど、全部文字でいかなきゃいけないってのはちょっと難しいね。じゃあそのまま書くよ。タコにはね、c1、c2 と y 軸が囲まれた面積S を AB で表しなさい。まず何しようか。はいはい、いきますよ。まずね、Y 軸書いて、X 軸書きまして、今さ、C1 も C2 も0から2分の π だけね、0から2分の π だけを考えていきましょうね。まずは、この A コサイン X なんだけど、A コサイン X ってことは0の時は、0の時は1だから A だね。はいはい。A から始まって2分の π で0に行くので、これなんでいいかな。はいはい、これが、y イコール、
A コサイン X ですね。はいはい。で次に、Y イコール E サイン X。E サインってことは0の時は0だね。0の時0で、2分の π の時に B に行くんだけど、まあ、B の大きさがちょっと分かんないから、適当に、この辺でいいかな。この辺も B としてあげて、ここまで上がっていきますよってね。これが、Y イコール。はいはい。B サイン X としましょうか。でさ、ここの交点があるけど、ここの交点で、あ、ここの交点が C1 と C2 の交点だから、P だね。で、今求めるのが C1、C2 と Y 軸で囲まれてたから、ここの部分でね、ここの部分の面積を求めなさいって話だね。じゃあ区間からいきましょうか。区間ね、まず0から。うん、ここっていうのは、交点さっきからさ、T って表してるね。だからこう T でいいかな。はい、0から、T までで。じゃあ上引く下いきますよ。上引く下。上が、これだね、A コサイン X 引く、これだね、B、サイン X の BX でいいかな。上引く下でいいかな。じゃあこれ積分しますよ。これね、積分してあげると。まずこの部分ね。A のコサインに積分すると、サインだね。はいはい。サイン X のマイナス B のサインを積分したら、マイナスコサイン X ね。マイナスコサイン X になりまして。で、これマイナスマイナスだからさ、これ何にし足すにし邪魔だからね。で、これ T から代入するよ。T を代入すると、A サインの T がね、で、後ろが、プラスの B コサイン T だね。で、次ね、0を代入するよ。マイナス角の0を代入すれば、サイン0って0だから、むしろか。0の、プラスの B の、うん、コサイン0は1だね。はいはい。こっちはあるよ。あとね、これ計算して。これ何サイン T って、さっき求めたね。これね、そのまま書いて。ルート A 2乗足す B 2乗分の A だね。で、こっちも同じように、コサイン T が来るね。はい。ルート A 2乗足す B 2乗分の B で、後ろがね、マイナス B だね。でさ、ここの部分がうまく約分できそうだから、約分しやすいように、こんな風に書いてるね。A2 乗足す B2 乗だから、こんな風に、ルート A2 乗足す B2 乗の、まあ、2乗なって、してあげればさ、ちょっと約分しやすいね。約分してあげまして、じゃあ答えどうぞ。はい、ルート A2 乗足す AB2 乗マイナス B と、はいはい、求めることができました。とかですね、まあ、ちょっと文字だけで大変だなっていう問題です。じゃあ、そのまま、3番いきましょう。はい、じゃあ続いてね、カッコ様行きましょうか。カッコ様が C1、C2、X イコール2分の π で囲まれた面積を T とする。C1 っていうのがさっきの例で言うと青で、C2 が赤で、X イコール2分の π がここだから、囲まれるのはここの部分だね。じゃあまずここ式にしてやるよ。T イコール、行きましょう。まず区間が、うん、T から2分の π だね。はい。T から2分の π で上引く下しましょう。上にあるのが、うん、B サインだね。B サイン X 引くことの、下にあるのがこれね、青。A コサイン X の ABX としてあげましょうね。やったのは上引く下だね。あとはこれを積分していくよ。まずね、ここの方、B 取っといて、サインを積分したら、マイナスコサインね。OK? マイナスコサイン X のマイナス A のコサイン積分したら、サインね。はいはい。サイン X となりまして。あとは、これね、代入、あ、これさ、どっちもマイナスだから、このマイナスを区間にやっちゃっていいかな。そうすれば、同じ。B コサイン X 足す A サイン X で、中にあるマイナスをね、ここにかければ逆になるんでね、T の2分の π としましょうか。じゃあまず T から代入して、どうぞ。うん。B コサイン T 足す、どうぞ。A サイン T だね。はいはい。引くことの次はね、2分の π 代入するよ。2分の π 代入すれば、コサインの2分の π って、0だね。はいはい。0足す A の、うん、サインの2分の π は、1だね。はいはい。となりまして、で、ここに出てきた、コサインの t ってなんだっけ？あの、さっき求めたね、コサイン t はこれですよ。そのままこう。ルート a 2乗足す b 2乗分の b で、同じように、サインもね、このまま代入しよう。ルート a 2乗足す b 2乗分の a。で、後ろが、マイナス a でいいかな。あとはさ、この部分。分子がちょうど、a 2乗足す b 2乗だから、1個約分できるね。つまり答えか。うん、ルート A2 乗足す B2 乗マイナス A と求めることができたね。で、その状態で T イコール 2S となるための条件 AB を求めなさいから、そのまま代入しようか。T イコール 2S より、じゃあね、代入しましょう。T ってのがね、今出したこれ、ルート A2 乗足す B2 乗マイナス A イコール2カッコ S っていうのが、カッコ2で求めですね。これ代入して、ルート
A 二乗足す B 二乗マイナス B でいかない。じゃあ固定化して、どうぞ。2ルートA 二乗足す B 二乗マイナス 2B だね。で、ルートをこっちに移行しようか。そうすれば、ルート A 二乗足す AB 二乗でマイナス 2B を移行して、同じ。マイナス A 足す 2B でいいかな。でさ、この後どうする？この後にさ、まあ、両辺二乗したくなるんだけど、まあ、その前にさ、一歩立ち止まって、これなのよ。トレジャーハント、隠れた条件を探しましょうね。これさ、ルートの中身って絶対に、プラス0以上ってのがあったけど、ルートそのもの、ルートそのものも絶対に、マイナスはないよね。これ絶対プラスでしょ。ルートがあったらプラスで、ほにゃららイコールプラスなんだから。そう、ここでね、トレジャーハント、ここで、マイナス A たす 2B っていうのは、絶対に0以上になりますよって、自分でこれ書かなきゃいけないんだよ。そんなことするのと思うかもしれないけど、例えばさ、これ見て、y イコール x 分の x たす1プラス2っていう関数のグラフ書きなさいって言われたらさ、これさ、自分でさ、勝手に x は0じゃないってやるじゃん。これね、分母に0が来るのはおかしいから、x は0じゃない。これ自分で見つけるでしょ。これもトレジャーハントなの。だからここで見て、ここで急にこんな式出てきたら、自分でトレジャーハントして、この式ね、見つけ出さなきゃいけないからね。ここめちゃめちゃポイントです。じゃあね、戻るよ。戻って、ここまで戻ろうか。丸2。丸2の、はい、両辺。丸2の両辺を二乗して。はい、じゃあね、計算してみますよ。これ二乗して、どうぞ。A 二乗の、マイナス 4AB のプラス 4B 二乗だね。で、これ二乗してあげて。A 二乗足す B 二乗。まあ一応これも言っとくか。例えばさ、ルートの A の二乗って、これ A じゃないんだよね。何？そう、絶対値の A ね。これさ、ルートの二乗を外したときに、絶対に絶対値つくからね。いいかな。なんだけど、今回さ、A 二乗足す B 二乗って、絶対にプラスだよね。プラス足すプラスなんだからね。だからこれ、絶対値いらないとね。OK？ さあ、そのままいきましょう。これ全部移行しちゃって、マイナス 4AB の、プラス 3B 二乗イコールってやるからね。AB で括弧、B で括弧。B 括弧の、マイナス 4A 足す 3B イコールってやるからね。で、B が0になることは、ありえないね。今ね、AB は正って書いてるから、B はね、0じゃないよ。はいはい。マイナス 4A たす 3B イコール0だね。あとこれ移行して、マイナス 4A がマイナス 3B。つまりね、A が、4分の 3B と分かってね、AB の条件が分かりました。パチパチで終わらないで。これ確かめて。丸1番。丸1番でさ、このマイナス A たす 2B は0以上っていう条件ね、トレジャーハンドで見つけたから、これ計算しようね。よくここでいいかな。マイナス A たす 2B なんだけど、これね、ちょっと代入してあげれば、今 A って、4分の 3B ね。マイナス4分の 3B 足す 2B なんでね。で、これさ、計算したら、4分の8だから。4分の 5B でね。4分の 5B なんだけど、これって B は正だから。そうだね。絶対0以上となるよね。はいはい。よって、丸1。丸1は、はい、成り立つので。はいはい。これがね、合ってますよ。つまりね、A が4分の 3B と。なりますよって感じで、まあこの問題では、まあこのね、トレジャーハント隠れた条件を自分で探し出しましょうねっていうのをね、覚えてほしい。じゃあ続いて入試の3枚いきましょう。